ピスタチオクレープ大学生の子に聞いたら、いや前から思ってましたけどみたいな感じで言われて目がパッチリセカンドストリートのゆうきさんです。チパチ牛乳食べてるセカンドストリートです。どうぞご覧ください。指原さん、はい皆さん、指原さんかと思いきや、指原さんではございません。今日まで指原さんが会いたかった人に来ていただいておるんですが、皆様、多分ね、まだね、声も聞いてないから、もしかしたらね、もう分かる方は分かるかもしれないですよね。もし自己紹介みたいなのがあれば、はい、お願いします。セカンドストリートをご覧の皆さん、はじめまして。コロットの木村と言います。あのキャラクターに似てるっていうことで紹介されたことがあります。どうぞよろしくお願いします。確かに皆さんがって言ってますけど、僕らも会いたかった、会いたかったですよ、私も会いたかった。いやーすごい月曜から夜更かしっていう番組でね、あの紹介されてて、あるキャラクター、あの青いね猫型ロボットに似てるっていうふうに話題になっておりまして、コロット木村さんって今いうふうにご紹介したんですけども、コロットっていうのはあの別に芸名とかではなく、芸名とかによく言われます。よく言われますか、はい、コロットっていうのはお店の名前。はい、そうです。皆様多分ね、渋谷とか錦糸町とかにねあるそのクレープ屋さんだって言いますか。そうなんです、クレープ屋さん。手作りのミニクレープを販売してます。こちらですね、うん、で、コロットっていうところで働いている木村さんなので、コロット木村さんですコロット木村さんでございます。緊張してますよね、ちょっとね。ちょっと緊張してます。嬉しい。いつも見てるお二人が隣にいるんで、うん、ちょっと椅子直していいですか。あ、てかごめんなさい、ちょうど間に座っちゃってるから、ね、座りづらいかもしれないですね。全然そんなことないです。これわざとやってるわけじゃないですよね。わざとじゃないです。本当に昔から、はい、地声がで、あの本人がやってどんな感じになるんですか。湧く、すごい湧くわ。やばいね。今日はね、あのコロと木村さん、うん、ね、あの持ってきてくれたので、あクレープね、お店のちょっと食べながら女子会をしていこうかなという感じでございます。イエーイ。新しい味が今度登場して、ちょっと紹介お願いしますよ。はい、全部で10種類あって、ありがとうございます。11月から前はラップ包みだったのがフィルム包みになって。あ、本当ですね。そうなんです。で、今日から一応この桜のクレープ、桜のクレープ、はい、と美味しそう、絶対。中にあの桜のあんこと、へー、あんみつに入ってる牛皮っていう緑のもちもちのお餅みたいなのが入ってて、はい、和風のクレープと、あとピスタチオクレープ。皆さんには届いてるかもしれない。私はピスタチオクレープ私はもう声に湧いてるからちょっと入ってこなかった、ごめんなさい。すいません。ピスタチオクレープ絶対うまいじゃん。一番人気は何ですか。一番人気はこの黄色いチョコバナナの。ああ、もう美味しいですよね。2番目に人気なのは、2番目に人気なのがいちご。いちご。これ3番人気がチョコクッキー。チョコクッキー楽しい。4番人気がイチオシのジャージー牛乳のカスタード、これがイチオシ。イチオシジャージー牛乳カスタード、10種類なんかで一番ハイカロリー、はい、246キロカロリー。あ、結構ありますね、このサイズでね、はい、このサイズで一番ハイカロリー、ハイカロリー、これが4番目。大丈夫かな。5番人気が、まあ、全部言ってくれる、全部言ってくれる、止めときます。そうよね。いや、嬉しい、美味しそう。いただこう。ありがとうございます。じゃあ一回ここで会った方がいいかな。これが今季節限定が桜だ。そうなんです。毎月新しい味が一つです。で、これ今回持ってきてくださったのが10個入りセット。そうです。10個入りセット。箱がついて10個入りセット。また箱が可愛いのね、これね。おしゃれ。ありがとうございます。可愛いのよ。なんかあれよね、木箱みたい。うん、本当になんか差し入れとかにめっちゃいいの、サイズ感的にも。私一押しちょっと気になっちゃったな。
ジャージー牛乳のカスタード。そう今言わせたかったね私は新作食べたいです。カスタードピスタチオか桜です。どっちがおすすめですか。どうしよう、見つめられちゃったどっちがいいんだろうどっちがいいの。わくでも今日緑だからピスタチオもいいけど、ピスタチオ嫌いじゃない。大好きです。大好き。マカデミアナッツは大好きです。じゃあピスタチオで。じゃあ私はじゃあどうしようかな。スタッフ一番人気の生チョコ。生チョコ美味しそう。生チョコ、スタッフ人気一番なんだ。スタッフ生チョコ。待って、やっぱりイチゴ。やっぱりイチゴ。やっぱりイチゴ一番低カロリーのイチゴ。そうなんや。170キロカロリー。いただきます。いただきます。ちゃんとピスタチオの香りが、本当だ、美味しそう。風味というか、私ピスタチオ系のなんかアイスとかそういうピスタチオ味のチョコとか全部好きなんですよ。本当ですか。すごいめっちゃ大好きの。嬉しい。これお店で手作りされてるんですか。あのお店の工場が本社にあって、そこで製造さんが作ってくれてて、で一つ一つ手作りで、だから作り手さんによってちょっと大きくったり小さかったりするんだ。カロリーもだから多少のばらつき手作りだと。いただきます。達也一番人気スタッフ。ナッツもめっちゃいい仕事してる。うわ嬉しい。食感でジャージー牛乳って大好きなんですよ。いただきます。うん、うん、おいしい。ジャージー牛乳食べてる湧くところそこジャージー牛乳のあの独特のさ、あの香りわかる？美味しい香り、うんうんうん、すごい濃厚。嬉しい。まあ、お店でもまだ働かれてるんですか。そうなんです。店頭に立たれてるってことですよね。はい、販売に入ってます。でも通りすがりの人とかちょっとなんかびっくりしません？テレビ出る前とかは反応なかったんだけど、錦糸町でずっと勤めてて声出してたんだけど、たくさん通るけど反応なかったんだけど、それしてからはもうほぼ全員声かけてくれたり、見たよってで応援してくれるから、やっぱ一つでも買って帰ってくれるし、嬉しいですね。本当感謝ばっかりです。昔からも猫型ロボットっぽかったんだよね。そう、この会社入って声出してその宣伝するように教わった時に、その一人で勤務するから自己で考えていろいろこう伝えたらと思ってゆっくり喋ってやってたら、お母さんと子供さんが来て、なんか水田わさびさんに声が似てるって言われたのが初めてで。なるほど、今のドラえもんの声。そうそうそう、ですよね。それ言われて、そこからあ自分であドラえもんの声に似てるのかなっていうのがあった。じゃあもう最初自覚全くなく。ないです。で言われてから気づいて。気づいたっていうか、あの周りの一緒に働いてる大学生の子に聞いたら、いや前から思ってましたけどみたいな感じで言われてもうだってもう人集まってきません、声だけでも。おかげさまで。いるよ。おかげさまで。そうなんです。声かけてくれます。ちょっといらっしゃいませって言っただけで。本当にいらっしゃいませがすごいわ。でも結構振られたりしないんですか、なんか。今じゃね。最初はそんなになることは夢にも思ってなかったから。はいはいはい、写真撮ってくださいって一緒に。うん、言われて、おえそんな需要があるのかと思って、でも最初は全力で全員と写真撮ってたんですけど、そしたら仕事にならなくなっちゃった。ああ、そうですね。で、一人で勤務してることがほとんどだから、でだからそのうち今度はドラえもんのなんかそのセリフ言ってくださいとか、で一応今までは全部お受けしてたんだけど。やっぱり限界を感じて。そうよね。メインの仕事もちゃんとありますしね。はい、そうなんです。でも需要があるならね、対応はしてあげたい。サービス精神が旺盛ね。ってなってくると、もうプライベートでも結構バレたりしません？そうなんです。毎月あのディズニーランドに、ランドとか舞浜大好きで行くんですけど、この間はあの商品の入荷の話をキャストさんに聞いてたら、あのもしかして錦糸町のって。そうだよね。声って結構バレちゃいますよね。バレちゃいま
ますね。体格も割と大きいから、うん、色も明るい色が好きなんで派手めで、ね、実はまあセカンドストリートのツイッター、私たちがねフォローしようと思ったのフォローしてくださってたんですよ。あ、ねねねね、あれと思って、これって夜更かしの人だよねって達也にも聞いて、うんうん、そうじゃない、フォローしてくれてるんだみたいな。わ、すごい、やっぱ指原さんが気づいてくれたんだそう、いつも見てるんで、ありがとうございます。声見てるんでね、それでぜひと思って言ったら快く、うん、でなんか見てくれてたっていう話、嬉しいよね、すごい楽しい、まさかの聞いて。2丁目とか行ったこととかはあるんですか。若い時に一回先輩に連れてってもらったことがあるんですけど、うん、まだ若かったし何年も前だからよく覚えてなかった、うん、ああなるほどなるほどなるほど。そんなあの緊張しいだったから楽しんだっていう覚えもなくて、ああやっぱ最初のところだから、はい、まあ、慣れない場所みたいな感じだ。そうです、だからあの今はちょっと興味がある感じもあります。ああもう落ち着いたらぜひ、うわー、うん、行きたいねー教えてほしいお酒とかも結構飲まれる。若い時は飲んだんだけど、今ほとんど飲まない。ほとんど飲まない。今度行きたいね、一緒に日曜。行きたいね、行きたい行きたい。でも、飲んだら飲みそうなイメージ、勝手に持ってるんですけど。そう、なんかね、体が大きいから言われるんだけど、うん、すぐ顔は出ちゃうから、うん、あんまりなんか飲まない方がいいかなと思って。飲めないわけではないんだ、だから。そう、はい。強く夜更かしって結構影響力があるからさ、うん、結構家族とかからも言われました。あ、自分の身の回りの人ってこと？周りの人が声かけてきてくれたり、うん、他のお店の人、私だったらいろんなお店に期間限定で出たりするんですけど、うん、そのお店の周りの人が夜更かしの人、夜更かしの人、そうだよね、母の会社の人もやっぱり娘さん出たんだってっつって、わざわざ金賞にほとんどの人が買いに来てくれて、今日いるの今日いるのって連絡くれて、でなるべく母の会社の人は行くようにして、だからもう結構問い合わせがねしてくれる方多かったです、ありがたいことにね、私も何個いただこうかしらと思ったんですけれども、どうぞ先、なんかもし気になるのがあれば。みかんも美味しそうだな。みかん、コロッとファンの方にすごく人気あります、うん、この時期だけ、これも期間限定なんだ。夏が甘夏みかんで、うわ美味しそう、甘夏みかん美味しそう。で、あと春かな、春が次が杏仁みかん。みかんでいろいろ変わってる、変わるんだ。で、冬になるとみかん。これは何ですか。レアチーズです。レアチーズ、チーズタルトイメージしてて、アクセントに中にキャラメルビスケットが入れて、うわ絶対美味しいじゃん。甘さが割と控えめ。これがこれはティラミス。ティラミス、中がマスカルポーネチーズクリームで、うわどれも美味しそうだね。私もチーズが大好きなんですよ、うん、チーズいただいてもいいですか。ゆうさんみかん、みかん、いやでもこのもう一個の新作も気になるんだけど、ちょっと一回みかんですよ。でも何年ぐらいなんですか。確かに今3年ぐらいです。あ、そうなんですね。多分3年、丸3年かぐらいです。でも今日ね一緒にね会社の人がね来てくださってるじゃないですか、うん、ちょっと聞きたいんですけども、どういう方ですかって思って三浦さんから見た、あ、普段の普段の木村さんはねどういう方なのか。でもね、それはね、もうね、聞かずともにじみ出ておりますよ。いや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 、じゃあ、ティラミス食べるちょっとみかんいただきます。そう、そのままこう、かわいいね、なんかこの時村さんね、タチヤさん、かわいすぎるありがとうございます。うまっ。ももクロ歌合戦とかも出られてましたよね。そうなんですよ。白下さんも出てましたよね。確か白下さんです。白下さんとあと3人組で出てて、うん、で白下さんがこの番組出てるの見て知らなくて、あ、じゃあ白下さんもご存知なんだと思って。そうなんですよ。そうなんですね、びっくりしました。あのももクロ歌合戦は何のあれでゲスト出演するんですか。急に何日か前かに連絡が来て、なかなかそんなことないから参加を決めて、うん、
審査員とかですか、あれ2021年の顔っていうコーナーがあって、ひろゆきさんが出てきたり、はいはいはい、ほとんど YouTuber の人なのかな、あの、歌を歌ってたりののちゃんとか、まなまるさんとか、はい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 、その方たちが出てくる名前を読み上げるために制服を着て、ずっとマイクスタンドの前で立ってるっていう係で、その方たちがちょっと待って歌う前にめちゃめちゃおもろいじゃん、何それ面白いですよねじゃあその方たちが歌が始まる前に、うん、外国人の人がなんか喋るんですよ、モーリーシュートとか、はい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 、そしたらモーリーシュートって名前を木村さんまで言って、そうするとモーリーシュートさんの曲が流れ始まる、演奏が、で白須田さんの時もそうだし、白須田西野侍さん間違えて、ベニッカなんか言っちゃって間違えたまで言っちゃってその制服を着てっていうのは、そのコロットの制服を着て、はい、エプロンつけてネクタイして、ね、緑の帽子かぶってなぜ駅のクレープ屋さんが出てきたんだろうって最初みんな思うよね知らない人は ね それもあの出場メンバーに写真は出てたんですけど、どこで登場するか知らないから、うん、ほとんどの人がそのコーナーの前にあったアニメのコーナーでドラえもんが流れた時に、おもしかしてこれかこれかみたいな、あーでも思うよね思うよね、じゃあまさかこうマイクスタンドの前で読み上げるという全くそこのコーナー関係なく違うコーナーで読み上げるという、読み上げる、あのよかったらね、あのセカンドストリートのね、なんかね、イベントの時もね、お願いできてしたいですね。ちょっと今それ、今私ちょっとそれをおっしゃったから、ちょっとセカンドストリートの結城さんですみたいなを言ってほしい。いいんですか、逆にお願いできるんだいや、なんかね、ほらもう言ってください言ってくださいって言われ慣れすぎて、ちょっとあれ申し訳ないんですけど、いやいやいや、需要があるなら、ぜひぜひ言ってほしいです。セカンドストリートの結城さんです。続いてこちらはセカンドストリートの達也さんです。どうぞ。ありがとうございます。どうですか、食レポお願いしてみたいですね。確かに新しいです。あ、新メニューの食レポを、味を知りたいですよね。桜クレープ美味しいです。あ、毎年1回しか出なくて。あ、毎年出てるんですね。そうなんです、毎年出てて、この桜あんが苦手な人にはマッチングしないんですけど、この桜の風味の中にもちもちの牛皮があってて、あ、いいですね。そう、最初の頃はあんまり好きじゃなかったんですけど、何回も食べてるうちになんか美味しくなってきちゃって、あ、癖づくんだ。癖づきました。じゃあもう止まらなくなりますね、本当に好きな方にはね。みかんも大変みずみずしくて美味しかったです、うん、甘いだけじゃなくてちょっと若干こうなんか柑橘系の酸味もあって、うん、めちゃめちゃ美味しかった。すごい上手です、ありがとうございます。あのチーズ、レアチーズ、チーズの香りとちょっとね、酸味がね、あるんでさっぱり、うん、ほんとそれこそあの甘すぎずさっぱりとしたチーズの濃厚なお味でございました。皆様、ぜひご賞味くださいませ。でもちょっと本当に申し訳ないけど、あんたが会いたかった、あんたすっごいもうね、うん、多分私たちはもちろん会いたかったと思うんですけど、もちろん一番湧いてると思うんですよ。だから指原さん何かこう聞きたいこと、ちょっとなんかあんた聞かさいよ、ちょっとどうですか、なんか指原さんが聞きたかったこととかあったりとか。そうなん、でもなんか2人が今日いっぱい聞いてくれてたから、なんか私もあ、なるほどと思って、あのまあこれもすごい美味しかったです。目がバッチリちょっとね、いじらせていただいたんで、はい、いじらせていただきましたけども、髪も明るくて可愛い。あっ、でも、本当にコロッと木村さん、みんな大好きでしょ。いい人感がすっごい出てるよね。指原さんのコールもいただいていいですか。はい、いいですか。じゃあ皆さん、セカンドストリートの皆さん、最後に指原さんです、どうぞどうぞ嬉しいいいね、これいいよね。セカンドステージ、もうみんな聞いてくださった皆さんが良かった。皆さん良かった、ね、良かった。もしかしたら失礼に当たるのかもしれないですけども、あえて言わせていただきますけども、大山信代さんにあった感がすごいですよすごい特別感、すごいよね。特別感すごいよね。でももう安心ですね。
あの猫型ロボットのアニメも ねもう次なんかあっても次の声、次の声がもう決まってます、決まってますから。はい、ということで SNS などね、コロと木村さん貼ってありますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいということで、今回のゲストはコロと木村さんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。心配ブスあんたブスね、背負い投げ、のっけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。